皆さんこんにちは。ビリーシンスタイルの探求、今日もスリーフィンガーの練習方法についてご紹介します。スリーフィンガーで、4つの一般的な4連符の音を弾くためには、指がという形で、1個ずつずれていくので、難しいと言われています。でこれを克服するための練習方法を考えました。それは、まず単一の音をずっと弾き続けるんですけれども、4の先頭の音だけを指だけでアクセントをつけるようにします。3つのパターンがあるんですが、速くなるとどんどん3の倍数にしか聞こえなくなってしまいますが、できるだけこの指の力の入れ具合でアクセントをつけるっていうことができれば、最終的に、ちゃんと4に聞こえるようになるんじゃないかなと思って練習しています。参考になれば嬉しいです。それではまた。